丸山城。丸山城は、三重県伊賀市ひじき川周辺にあった、日本の城。丸山城は、伊賀盆地の中央に位置し、標高180から210メートルの独立した、丘陵に築かれた。城名については、城山が丸い形をしていたことから名付けられている。周辺の水田との飛行は20から60メートルで、丸山の最高所213メートルに天守台を、 儲け、給料全体に大小の車を配置し、当地域では最大規模になる。伊賀国の中世城郭は、単角方形構造の中心に館を持つのを基本形式にしているが、本城は軍事施設としての大規模な城郭で、ひじき川、木津川が堀として、機能を果たし、天然の要害でもあった。また、ひじき川の対岸には、滝川サブロベ城、 相模ビシ城と呼ばれる小規模城閣が認められる。伊賀国で国師の北畑竹教が隠居城として1575年、天正三年に築城を決め、同地域の土豪を説得、翌1576年、天正四年正月より妊婦州を動員し削除を行ったが、織田信長と不和になり三世間に引き上げた。北畑氏の養子となっていた織田信長の次男、 北畠市に、織田信夫は、伊勢国を掌握すると、伊賀国の領国化を狙っていたが、1578年、天正六年2月、伊賀国の合衆山外が、北畠信夫を訪れ、伊賀国への手引きを申し出た。北畠信夫は、同年3月か旬た川有利に、丸山城の集築を命じた。これを知った、伊賀国豪州は驚き、丸山城の西にある、 天道山に密定を送り、追記の様子を伺った。この時の様子が、とあり、山荘の天守や天守台は、石垣で固められ、また二の丸への途上道は九回折れているなど、規模壮大な城であったと記されている。これに驚いた江画氏紙11名が集まり、完成までに攻撃すべしと衆議一決した。丸山城周辺の神戸、神林、日戸、西陵、群村、 沖、渋、井野田、稲久、四十九、筆式州が集結し、同年十月二十五日に総攻撃を開始した。不意をつかれた、滝川武司リグや、妊婦州は混乱し、昼過ぎには、残存兵力を救護し、伊勢国に敗走した。翌天正七年、千五百七十九年九月十六日、北畠新人は八千兵を率いて、 伊賀国に参加たから進攻したが、伊賀合詩集は各地で交戦し、北畠信夫軍を伊勢国に敗走させた。第一次天正因果の乱と呼ばれている。敗戦の法を知った織田信長は激怒した。天正九年1581年9月3日、再び北畠信尉を総大将に5万兵で、伊賀国に進攻、同月6日より戦闘が開始され、 各地で進撃し、同月11日にはほぼ、伊賀国を制圧した。同年10月9日には、織田信長自身が、伊賀国に視察に訪れている。第二次天章伊賀の乱と呼ばれている。織田信長は、阿波郡軍、伊賀軍、名張軍を、滝川武尻に、山田軍を、織田神憲にそれぞれ与えた。敗状は不明である。1578年。 天正六年の丸山城の戦いで廃城になったという説もあるが、丸山城跡によると、残る遺構から判断して追記半ばに廃城になった城とは到底考えられないとしたり、と、諸国廃城公に記されていたりする。滝川三郎兵衛王子親とは滝川武尻の別名で、丸山城は滝川武尻に与え伊賀国の仕事したとある。これらの考察により、 三重県の城は伊賀の乱後伊賀守後となったサブロベによって本格的な築城が行われたと考えるのが妥当である年丸山城の戦い後も存続していた可能性を示唆している丸山城に滝川武尻が居城し続けたとした場合織田信夫と豊臣秀吉の対立が進んだ1584年天正12年に滝川武尻が 伊勢国松ヶ島城の丸山城は、後世の開墾等で改変を受けた箇所が若干あるものの、三重県でも非常に保存状態の良い中世城郭である。丸山の最高所に位置する天守大周辺が本丸と考えられ、ここから派生する西、南、北の尾根と丘陵斜面などの地形を利用し、 大小の平坦地を設けた上角となっている。本丸周辺は防御がかなり意識された縄張りとなっているが、本丸周辺外では単調な縄張りとなっている。本丸、主角は東西幅最大で約60メートル、南北幅最大で約70メートルの不整形な平坦地となっており、西部分に高さ約4メートルの天守台を築いている。本丸周辺のには、 高低差約4メートルの帯狂和が巡り、特に南側では2段からなる帯狂和があり、防御性を高めている。本丸の明瞭なここは東側で、その周辺には2条の土塁と横堀によって防御された、武者隠しあり、侵入経路を所々屈折させ、横矢が効くようにされている特徴がある。これは本丸から、西方向には、 車がなく、防備が弱い谷から登ってくる敵に備えている。このように、追記形式は、安土桃山時代の城郭にその特徴を見ることが、できる。また、本丸から北側にもここがあり、その先には、堀切と土橋からなる、馬出し状の16メートル、26メートルからなる、車に出て、さらに北側には8メートルの高低差をつけ、小車に、繋がっている。天守台は、 上端部が12メートル四方が築かれている。天守台の南と北には一段低い方形の張り出しが認められ、付けやぐら台を添えて複合天守が推定される。天守台斜面には栗石が認められ、周辺に大きな石も散在しており、当初は石垣を築いていたと思われている。三重県の城によると、以前は周囲にのつらずみの石垣があったが、 伊賀鉄道の仮設のに持ち運ばれたと伝えるとしている。本丸から南側の尾根町に暗部を利用した車を設けている。他、先端部の西と東に高低差がある。平坦地を築いている。また西側の尾根の最先端には現在、丸山間遺水道排水地があり、西の丸と呼ばれている。本丸と西の丸中間地点には、土類や腰車を持つ車があり。 重要な建物があったと想像されている。この周辺には2つの櫓台があり、特に北側の櫓台は円墳を利用したと思われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。